はい。今日は、泡盛、イチャイユンの紹介になります。イチャイユンって泡盛ですね。なんと、全46種造所の泡盛がブレンドされてるんですね。全46種造沖縄にある全種造になります。に、43度の荒ろかになります。 イチャイユンとは出会うっていう意味ですねまずはそのままスト,トっていうかこれ何気に最後です実はねこの泡盛 あんまり美味しくないんですよね。このイチャイユンっていう泡盛なんですけど、あんまり現時点では美味しくないんですけど、実はこれ、さっきも言いましたけど、アラロカで、これ、古酒にする目的で作った泡盛になるんですね。だから、現時点では正直美味しくないです。まあ、こんだけ飲んどいてなんですけど、 ちなみに、このアラロカっていうのは、旨み成分を残すために、アラロカ。なんか、コシュにするには、ムロカとアラロカっていうのがあって、ロカをしっかりすると、スッキリした飲みやすさになる、なって、ムロカだと風味が豊かになる。 らしいです、ね、だからこのろ過をどのぐらいするかっていうのがこのお酒を作る人の腕ですかね多分このあらろ過だとうまみ成分がたくさん残るのでこしゅにするにはいいらしいですねではこれはね多分飲んだ感じ水割りぐらいが美味しいと思うんで 水割りにします水割りでちょうどいいぐらいかな正直ね水割りでもそんなに美味しくないんですよねまあコシにするこれ何かのイベントのイベント 何かのイベントのために多分これ46酒造ブレンドを作ったんだったと思うんですよねだからこれ数量限定になるんですようんだから今ちょっと手に入るかはちょっとわからないんですけど一応タルトメが2018年もうちょいで3年だったんですけどね全部飲んじゃったまだ売ってない 売ってればいいんですけど売ってれば買いたいと思います一応泡盛は瓶の状態で熟成するみたいです亀で熟成した方がいいみたいなんですけど瓶でも熟成するんで買っておいておけば美味しくなるはず一応瓶で熟成させると亀よりもちょっと 時間がかかるみたいなんで多分45年ぐらいは置いてた方がいいのかな18年なんで22年の10月ぐらい11月ぐらいまで置いた方がいいのかなうん一応ねあんまり今んところちょっとなんか 味がバラバラな感じはするんですけど、よくまとめたなっていう味はしますね。46種造ですよ。これをこんだけまとめたってすごいと思います。癖のある青森たちを。ほんとこれ、でもコッシュになったら美味しいなーっていう感じの味はしますね。ぜひ、もう一本買 いいいておきたいと思います見かけたらぜひ買った方がいいと思いますよあと2年ぐらい買っておいておけば美味しく飲めると思うんででもコシュになったらコシュで販売されそうですよね普通にでも今後こういうブレンド出るかわからないんで本当に飲んでみた方がいいと思いますでは